はい、皆さん、こんにちは。アイジャレてるー。はい、今回もね、ごめんなさいね。もう最初にね、ブルブル起きてるとですね、最初にもうとにかくね、誤りの動画か、誤りの言葉からね、動画が始まるみたいなね、えー、感じのですね、今回もね、ブルブルだよ、みたいなね、えー、感じなんですね。どうしてもですね、 えー、このね、ブルブルをね、着る機会がね、非常に多いなと思ってね、いつもピンク着たいなとかね、イエロー、たまにはイエロー着たいなとかね、思ったりしてるんですけどね、えー、まずね、すいませんっていう感じでね、えー。というのもですね、ちょっとね、今回はね、皇室の話題からちょっと離れますけどね、まあ、どんな話題かというと、NHK。NHK についてです。 えー、でね皆様もですねあのー、今現在、まあ、特にねその統一教会、私も旧統一教会ですね、えー、の話に関しては私もこの動画で何本もね、えー、もう最近ちょっと上げてますけどもちょっとねあまりにもねね、えー、このねまあ不況の内容というかね、えー、実際にその何百万円もするような壺をね、えー、霊感商法という形で販売したりとかねちょっとねどうなのかなというようなね気がしますよね。 私もいつも申し上げている通り、宗教を云々に関して別に否定しているわけじゃなくてですね、やっぱりその、えー、宗教というかですね、その信者になることによって、そのご家族と共に、えー、実際にですね、なかなか脱会できないとかね、そういったような中で、えー、苦悩、苦労されているというかですね、非常に苦悩に陥っているというような、えー、ご家族を含めたね、中の方の信者の方が多いというようなね、そういったような実態を見るにつけてですね、 やっぱりりね、宗教そのものもどううとということではありません。ただですね、この旧統一教会のね、実際の実態というか、それはね、どうなんでしょうかということはね、私もいつも言ってるんですけども、国民の皆さんというかですね、ご視聴者の皆さんはね言ってるんですけども、 宗教が悪いといととうことではありませんただし、やっぱりね、えー、そういったようなことの信者になるには、やっぱりよーくですね、お考えになった方がいいんじゃないかということで、やっぱり注意喚起というかですね、そういった観点の動画をいつも上げております。で、今回はね、そういったようなね、 旧統一教会に関わるような、例えばね、その闇の部分だとか、実態だとか、さっき言った何百万円もするようなね、壺を売りつけるような、霊感商法だとか、そういったようなことに関してね、なぜ NHK は報道しないんですかというようなね、話なんですよね。 私もね、私はね、海外にいるので、私自身はですね、受信料を払ってませんよ。ただし、私の家族は日本にいるので、NHK 見ますのでね、ちゃんと払ってますよ。っていうようなね、えー、2ヶ月に1回ですね、あの、自動の卑怯、えー、として行われてるようですけどね、私の家内行ってますけどね。で、私の家内もなんか怒ってますよ。<laughs> あの、なんか NHK 見てても面白くないしね、あの、真実を報道しないしね、どうなっちゃってるのなんてことをね、私の家内もね、しょっちゅう文句を言ってますけど まあ、あのそうういったような話でね、えー、今回やっぱりね、週刊誌等もね、そういったようなことで結構上げてますよ。私もね、ちょっとね、えー、今週出た、ね、週刊新潮なんかにね、ちょっとね、そういったようなことが書いてあったんでね、えー、それにちょっとね、えー、をまたピックアップして抜粋して、ね、お話し,しますけども、えーとね、要はね、 えーまあ、具体的に当然ですね、NHK もね、えー、やっぱりね、メディアの一つでありますから、例の安倍元首相が殺害されましたというようなね、あるいはね、政治家、えー、まあ、ね、政治家の、ね、発言がね、それに対してどうでしたか、岸田さんがこう言ったようなことを言われてました、というようなことはね、さすがに報道はしますけども、じゃあそれに対してですね、 えー、じゃあ統一教会のさっき言った闇の部分だとかですね、それこそですね、政治家との絡みだとか、そういったようなことを一切報道してませんと。 もう私もね、NHK ね、あの、海外に行って見てるわけじゃありませんから、あの、なんとも言えませんけどね。えただね、NHK の番組表等はね、そういったようなウェブ情報でね、得られますので、そういったの見てもなんかないですよね。そういったようなね、ことが。それに対してね、民放はね、各民放は、民放はね、たまに私あの、YouTube の配信なんかを通じて見てますけども、民放はなんかガンガン言ってますよね。この違いは何なんですかっていうことですね。 えー、でねそれに関してね、えー、この新庄の記事なんかも言ってますけどね、えー、例えばね、えー、っとね、うん、例えばね、えー、日テレ、日テレのニュースエブリー、これ7月12日放送のニュースエブリーでね、えー、要はね、どういうことを言ってるかっていうと、一般人にとってはほとんど価値のない本を統一協会は3000万円でか買わせているという、これなんかね、 あの、例のね、これ私もね、動画なんかを紹介させてもらいましたけども、全国霊感商法対策弁護士連絡会のね、弁護士の方がね、こんなもんが3000万円するんですよ、みたいなことでね、実際そのね、本のね、内容なんかもね、見せておりましたよね。えこれが3000万円みたいなね。でもそういったようなことをね、やっぱり信者の方はね、購入されるんですよね。いや別にそれを購入しちゃいけないって言ってるわけじゃないんですよ。そういうことを言ってるわけじゃなくて、 普通に考えたらですね、それ3000万円の価値が本当にあるんですかというようなことをね、やっぱりそのね、えー、日テレなんかを報道しているし、あとはね、えー、ニュースゼロ、あ、これは私たまに前見てたな、ニュースゼロで、えー、ウロウユミコね、ウロウユミコキャ,キャスターなんかはですね、えー、要は実際にね、えー、印鑑が21万円、壺70万円、 絵画の美術品70万円、献金約9000万円、というのは、トータルで3億3000万円の被害が報告されているだとかね。 そういったようなことをニュースゼロで報道していたりとかね。だから今ちょっと言ったようにですね、民間のね、メディア、私もね、さあのよくね、民間のメディアで何言ってるんだみたいなことでね、逆に批判なんかしてますけども、この問題に関しては民間はそういったような、さっき言ったような、旧統一教会の闇みたいなことをね、結構ね、言ってるんですけども、それに対してね、NHK がこの種の報道が全然ないというようなことなんですよね。で、これに関して、 なぜなんですかなんで、なぜですね、NHK だけですね、受信料を払ってですね、えー、視聴者の方は見てる。にもかかわらずですね、実,実際の実態を報道しない。なぜなんですかというように関してですね、まあ、この記事の中でもなんか言ってるけどね、要はですね、 こういったね、宗教絡み、もしくは特にですね、この宗教絡みに基づいた、その、それこそですね、政治家の絡みだというようなことに関してはですね、NHK に関しては非常にそのね、放送規約というかですね、 なんか細かいね、えー、その規定だか規約だか知りませんけども、そういったようなことがあるようなんですね。なので、その NHK のですね、番組を制作者に関してもですね、実際にそのね、報道するね、方々に関してもですね、なかなかね、この宗教団体そのものに関するね、さっき言った闇のような部分、もしくはそれに絡んだ政治家にがどど、ど、どういった形で絡んでるかとかね、そういったようなことがなかなか言えないようですよ。そういったような実態があるようです。 で、えー、ちょっとここに書いてある内容でもね、NHK は宗教団体を取材するときは、民法よりもかなり慎重に行いますと、実態を暴露するような報道はしません。それによって抗議されるのを嫌うからです。要は NHK がね、その宗教団体の、特に信者等からですね、抗議されることを、えー、嫌うんですというようなことらしいですよ。でもね、いや、それはね、 まあ、それは分からないでもない。分からないでもないですけども、ただね、あの、さっき言ったように、国民はね、これ、NHK 見てる人は受信料払ってるんだよね。<laughs> 受信料払っててですね、お金を払ってね、真実の報道を知りたいということで NHK を見てるわけだけども、それに対してですね、このね、まあ、IT 言っちゃいますよ。IT 言っちゃいますけど、これ身勝手ですよね。その宗教団体からね、抗議される。いや、もしくはね、えー、そういったようなね、 あとか抗議、それこそ信者がね、それこそ抗議してデモを起こすとかね、そういったようなことを嫌う。 から、じゃあ真実の報道ができないんですかそれはね、結局ね、メディアとして意味を成していないですよね。<laughs> なおかつ言ったようにね、受信料を取ってるんですよ。お金を払ってる人に対して真実を報道するのがメディアの本質なんじゃないんですかっていうことに対してですね。え実際は、その抗議されるのが怖いからっていう,うことで、NHK にとってはですね、えー、その特に宗教団体のに関するね、えー、放映というかですね、えー、その報道は差し控えてるっていう話なんですね。 ちょっとおかしいねっていう感じですよね。こんなことしてるからですね、NHK なんか解体しろっていう声がどんどん上がってくるわけだよね。えー、というようなことです。まあね、えー、まあこんなことでね、そのね、えー、このね、新庁の、ね、記者の方も言ってますよ。NHK に期待する方が無理ということらしいみたいなね、なんか言い放っちゃってるけどね。結局そうなっちゃうんですよ。 ね、あの NHK に関してはね私もね昔若い頃なんかはねよーくねやっぱりニュース報道の中心に見てましたけどね、まあ、今は海外にいるということなんですけど海外にいてもね,ね NHK のプレミアムという、ね、ケーブルテレビで見れるんですよ、あのー、見れます、ね、なんですけども私ねもうあえてねもう見てませんね最近ねやっぱり見てもね なんかね、あんまり意味ないんだもん。はっきり言って。<laughs> あんまりね、えー、見てもね、そんなにね、あの、あ、これ、さすが NHK だなっていうね、番組ないんだよね。せいぜい見るのはね、あの相撲中継ぐらいかな、みたいなね。本当本当その本当そうなんですよ。なんでね、なんかね、NHK 見ててもね、まあ、ニュースぐらいはね、たまに見ます。そのプレミアムのね、ケーブル放送でたまに見ますけども、ほんと見るのがね、 それとさっき言ったように相撲中継ぐらいかな。お相撲さん <laughs> のね、えー、2ヶ月に1回のね、その中継を見るとかね、そんな程度ね、逆に言うとね、本当にね、あの、私もね、一 YouTuber ですけども、あの、 他のね、その YouTube に関するね、報道だとかね、えー、まあニュース番組等もね、されている方も結構いらおられますけどもね、結構そのね、ジャーナリストの方だとかね、えー、そういったような方が、本当のその真実の報道じゃありませんけどもね、 本当、YouTube の方がね、結構ね、そのね、えー、情報を得られたりとかね、私もね、あの、一 YouTuber ですので、他のね、私以外の他のね、YouTube の関係でね、それこそね、皇室問題だけじゃなくてね、えー、いろんなことで、ああ、今現在こういうようなことがね、例えば日本で話題になってるんだなというようなことが、YouTube の番組をね、見てね、情報を得てるとかね、そんなような感じなんですよね。 だから私のね、ご視聴者の方でもですね、コメントでよくいただきますけども、いやー、ケイちゃん最近ね、私でもうね、あの、地上波見ないのよとかね、もう YouTube で十分だよとかね、YouTube だけ見てれば情報十分に集まってくるんだよとかね、そういったような声をね、よーく聞いております。なのでね、皆さんね、ちょっとね、あの、えー、よくね、最近ね、 私はね、ウェブ情報と見てるんですけども、あのー、特に例えばね、Yahoo ニュースなんか見ててもですね、もう毎日のようにね、あのー、その、大物 YouTuber の方ですね、それこそね、ご視聴者の方が、というか登録者の方がですね、実際にその100万人を超えてるようなね、まあ、さすがにね、100万人を超える YouTuber っていうとね、そんなにね、人数的にはいませんけども、まあ、例えばね、ヒカキンさんだとかね、えー、例えばその、昨今ね、 あの、話題になってるね、あの、例のね、あの、あれですね、4630万円のね、話で話題になってるヒカレさんだとかね。まあ、そういったような、本当にね、大物 YouTuber というか、何百万人もですね、ご登録者を抱えるような YouTuber の話題は、もう毎日のように上がってますよね。まあ、それだけね、そのね、この YouTube というね、メディアン。 もしくはですね、まあ、インスタでもそうですし、あの、ツイッターでもそうですけどそういったような SNS のね、この社会全体に与えるね、このね、インフルエンスするというか、まあ、インフルエンサーなんて言葉ありますけどね、えそういったような影響力のね、すごいなというようなことをね、感じますよね。本当に NHK いらないんじゃないかということをね、本当に言いまして相撲中継だけでいいよみたいなね、そんなようなこと思っちゃいますよね。というようなことで、今回ね、 まあちょっとね、後から言ったらちょっとね、予断的な話だけど、あの、なぜ NHK がこの旧統一教会の闇というかですね、実態を放映しないんですかね、受信料払ってるんだから放映しろよみたいなね、そんなような話をちょっとさせてもらいました。はい、今回もね、ご視聴ありがとうございました。それではまた皆さん、バイバイ。